ニュースをお伝えします。偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記を描いたモザイク画が茶岩道の各所に建てられました。牛郡支張、万歩市浦山共同農場、孫恩郡四岩共同農場、秘川市妙出共同農場、古墳郡狭く眉専門共同農場、ウォルミョン共同農場、パンソン共同農場にモザイク画が建てられました。諸村科学技術総連盟中央委員会の主催によるリサイクル化技術経験発表会が9月27日から10月1日までテレビ会議で行われました。国家科学院歓迎農林大学、キム・ジョンスク平壌製紙工場、サリオン防食工場、ウンリュル鉱山など70余りのところの科学者、技術者、教員、三大革命グループ員などがこれに参加しました。発表会は軽工業、農業、化学、建材、食品、日用の各文化に分かれて行われ、150余りの提案が提出されました。発表会の間に参加者は経済的利益を得るリサイクル化というコンテンツを見ました。国土環境部門の各育苗場で秋の植樹に必要な数十種の苗木を生産しました。国土環境保護指標中央育苗場では各種の栄養剤と成長促進剤を開発し、非売管理をきちんと行ってアロニアなど数千万本の苗木を丈夫に育てました。観音堂育苗場、ハムギョン南道リオン郡ポタイ育苗場などでは物質技術的土台を固めて苗木生産の科学化、工業化、集約化の水準を高め、貯村御用松、栗の木、チャンソンカラマツなどの苗木を育てました。平安南道ヘチャン郡では苗木の生産に力を入れ、森林造成にもよく地場産業の原料も保証できる山ぶどう、山梨、貯村古酒などの苗木を充実に育てました。ハムギョン南道で子供に供給する乳製品の生産に力を集中しています。インフン乳牛牧場では乳牛の増量率を絶えず高めて乳製品の生産計画を毎日超過達成し、ハムフン市青年ヤギ牧場では鉱山地帯の特性に合わせて人造及び自然牧草地を先読み通して造成し、ヤギ飼育の科学化の水準を高めています。福城郡琼平農場では農場の託児所と幼稚園の子どもたちに栄養価の高い乳製品を正常的に供給しています。2月8日ピナロン連合企業所牧場でヤギの飼育を改善し、乳製品の生産を計画的に進めて企業所の託児所を幼稚園に送るなど、島内の市、郡と工場企業でも乳製品の増産に励んでいます。高齢者が国際敬老の日を楽しく過ごしました。当政権機関の人たちが老人ホームを訪れて高齢者に記念品を持たせながら生活と健康を温かく帰りました。北流館、チョン流館、シャンマンル大衆食堂をはじめ平壌市内の各食堂で高齢者に有名な伝統料理を出すなど誠意を持ってもてなしました。サービス施設での特別サービスも高齢者を喜ばしました。この日各地で高齢者のための多彩な催しがありました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はオーヨンスク・シンヨンギルでした。こちらは諸村の声放送です。最も尊い財産、諸村の北部に碧東山英雄青年育運展示館があります。国間と困難に見えず碧東山英雄青年発電所を建てる日々にあった青年たちの育運と戦い、生活についての資料がありのままに展示されています。碧東山英雄青年発電所の建設は共和国の水力発電所の建設史上最悪の自然主義的条件が克服しなければならない膨大な工事でした。展示館は敬愛する金正恩総書記の発案によって作られました。104年2015年9月13日、金正恩総書記は
歓声が険しい発電所の建設現場を訪れました。総書記は、私が発電所の建設現場に来てみた時から120数日間昼夜健康の白熱戦で世界を驚かせる英雄青年の神話を生み出した。青年たちが本当に立派だ、皆が英雄だと言いました。そして国間の中、自然との戦争を繰り広げた青年たちの愛国心に頭が下がる思いだ。青年たちの戦いぶり、仕事ぶりを伝える展示館を立派に作るようにと言いました。そして展示館の名もつけてやりました。それから20日後の10月3日、総書記は再びここに来ました。発電所を建てた青年たちを祝うためでした。この日、総書記が一番先に訪ねたのは北東山英雄青年遺訓展示館でした。展示館の資料を見て、総書記は第2号水路トンネルを建設した青年たちの戦いと生活をありのまま面白く表している、発電所が財産でなく、それを建てた青年たちの英雄的闘争精神が財産だと言いました。物的財産よりも党の信頼に報いようとの青年たちの思いを大切にしたのです。北東大地で発揮された青年たちの英雄的闘争精神は、君中が見習うべき時代の精神、最も尊い財産として伝えられています。最も尊い財産、高台しておなしました。格好が自慢する実力家、平壌の全村地域平雲技術高級中学校の教員加藤文さんは、学校が自慢する実力家です。授業方法を一つ編み出し、教具を一つ制作しても、アイデアが真新しく、生徒の心理にぴったり合うものばかりです。クリエイティブな思考力と学んだ知識の活用能力を伸ばすユニークな授業方法も功を奏しています。毎晩授業で持ち出す質問一つ、利用する教務一つも生徒の知的水準に合わせて選び、翌日の授業の下準備をします。また生徒の面接カードによって任意の授業方法を活用するかと思うと、異なる授業方法を自由自在に取り合わせて能動的に対応したりしています。パクさんのお話です。우리교원들이자신들의자질을부단히높여서보다더가치있고실무있는私たち教員が資質を絶えず高めて、さらに価値があり実用的な授業方法を編み出して導入するのが、時代が求める多文博識で多彩多能な人材を育てることができると思います。現実に結びついたたくさんのユニークな授業方法は、今多くの学校に導入されています。学校が自慢する実力家、高台市でお話ししました。